じゃあ、こんにちは。今日は、インディアンカレーパスタに挑戦してみます。材料はこちらです。じゃじゃん。玉ねぎ、ほうれん草、牛肉使います。カレー粉ですね。から無添加のブイヨン。あとは、これ実はね、みりんです。お醤油とニンニク。あと、昨日入れておいておいたパスタですね。オリーブオイル混ぜてあります。これで6時間以上置きます。はい、ニンニクから香りが出たので一回これ捨てますね。はい、次ここに玉ねぎですね。玉ねぎをじっくり炒めていきます。弱火でね。はい。だいぶいい感じになってきたので、ここに、牛肉。これですね、そうかな。で、炒めていきます。炒まったので、一回揚げます。とみりん、カレー粉は後にしよう。砂糖入れます。パスタ炒める、焦げ目がつくぐらいまで炒めたら美味しいですよ。しばらく放置ね。焦げ目がついてきたので、さっき揚げていた野菜も全部、いただきまーす。どうかな？ゆで置きスパゲッティをよく炒めてカレー味。うん。これはありだね。いやね、これうまいよ。
ウイスキーにも合うしね。あと小学校2年生の子たちももう完璧に早く平らげてしまいました。素晴らしい。カレーの力って偉大だね。あ、生まれて初めてカレーパスタ作ってみたけど結構いけるんだね。やっぱりバーのおつまみメニュー第3弾ぐらいな感じで美味しかったです。今日もね、ご視聴くださりありがとうございました。よかったら高評価といいねボタンと、なんだっけ、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた、チャオチャオ。